はじめまして、山本です。今回使うポケモンはこちら、モロバレルです。レギュレーション C になって新しく4歳ポケモンが使えるようになったんですけど、まあ、その影響でその4歳ポケモンに強いマリルリとキノガッサが爆増してるんですね。まあ、そこでそいつらに圧倒的に有利なモロバレルでひねりつぶしていきたいというわけです。今回はディンルーチオンジェンにもある程度役割持てるように、毒毒キノコの胞子両採用型で使っていきたいと思います。それでは対戦いってみましょう。相手がそしてドヒドイでチオンジェン。これ見たぞ、ドヒドチオンジェン。バレルから出して、EU やったらマリルリ投げる、ラスイチ全てを破壊する EU で、これでいこう。僕のモロバレルって毒毒持ってるんで、チオンジェンに対しては別にあんまり弱くないんですよね。これ用に仕込んできたんよ。さあ相手は、まあ、身代わりやったら知らん。サーフ号から来る。僕の初手的にはモロバレルから来たので、出し負けました。EU バックするか。じゃあトリックはな、まあまあトリックされたとしても、まあスカーフなんで。サーフ号から来たか。これは何やったんやろうか。てっきり僕はなんかステロ撒いたりしてくるんかなと思ってやったんで、やったんやけど、相手もカバルドン読みやったんかな。そして相手は引いていない。何をしてくるんやろ。悪巧みとかやったらちょっと考えようか。悪巧み積まれたらテラスタル切られることも考えて、シャドーボールは OK で、相手はこれ引いてくるよな。引いてきたら来たで考えたらいっか。火炎放射かオーバーヒートなんやけど、悪の波動なんやけど、悪の波動かな。チオンジェンはここ投げられないでしょう。相手には書き記させへんぞ。1個目。でもな、やっぱ書き記すっていう名前じゃない、鳴き声超いいよな。ひどいでから来る。見よう見ようもな、なかなかいいんやけど、書き記したいよな。そんな鳴き声あるわけないやろっていう感じが超好き。そしてここはまあドヒドイで投げられたんで、ここはモロバレルバックしていいかな。でもこれあれやな、サーフ号を永遠に合わせられ続けたらちょっとまずいよな。自己再生シルスいいよね。書き記したすぎる。ここ奉仕打ちたいけど、奉仕かな。一旦奉仕投げて、サーフ号来たらまた別のことをすればいいかなって思ってる。チオンジェンか。チオンジェンならチオンジェンでいいぞ。身代わりをしてくるんかな。身代わりきついなこれ。毒巻きます。宿り際オッケー。はい、舐めた。君はモロバレルを舐めたぞ。毒巻きます。これで後から毒テラスだのなんだのしても意味なくなるんでね。オーケー。これはそうやな、ヘドロ爆弾押そうかな。こんな毒キノコ両採用はいいんやろ。でも毒ビシッタは毒毒もキノコの胞子もあるのが毒キノコとしての正しいあり方やと思うんですけどね。でサーフ号が来る。でヘドロ爆弾は無効化されるので、いやこれあれやな、トリックが厄介やから、気合玉あるないか。マリルリ投げようか。そうやな、トリックされたとしても代わりの自己再生悪巧みがされへんくなるっていう意味ではマリルリでいい気がする。からここマリルリ投げて、毒々あって嬉しい試合もありがちそうなんですよね。少々欲張りかなって思ったんですけど、まあこれっていうか、これあれや、メガネかもしれん。イーユイがスカーフ持ってると考えるとメガネかもしれんくて、ここはイーユイ投げます。サーフ号1個目。これどっち引きでもチオンジェン来る。ここを合わせられたんでかい気がするから、
これやっぱドヒドチオンジェンプラスサーフ号には EU が強いの大きいね。これでそうやな、火炎放射を打っていくのか、ここオーバーヒート打っていいですか。仮にテラスタルされた時でもオーバーヒートが効いて、かつあれあいつドヒドイで投げられても別に後からモロバレル出せばよくて、まあ、火炎放射でこと足りるのかな。でも打ちて、あーそうテラスタル切ります。これテラスタル切ってオーバーヒート打ちます。これでいく。これあ引っ込めた。さあ相手は僕的にあれなんですよね、他のポケモンでテラスタル切らないんでここで切ります。炎テラス切って燃える思いオーバーヒートでいこうや。やっぱそうやね、これ HD といえど炎テラスオーバーヒートを受け切れるのかっていうところも見れるね。さあドヒドイデにどれだけ与えられるか。オーバーヒートを当たっていく。さあ君はどんだけ与えられるのか。微妙。 HD プラス半減でここまでやれるのはすごいんやけどっていうところやんね。そしてここ毒ビシが痛い。これ勝手に攻撃技ないもんやと決めつけてるんで、もう一回オーバーヒートいきます。オーバーヒート、アクアブレイクとかそのそういう攻撃系ないと思ってここ毒ビシが痛くて、あ毒毒も痛いのか。そうなると毒ビシほらこれが痛かった。なんでここから、モロバレル投げます。ここで毒ビシ吸収できないんで、その場に元からいると。なんでここでモロバレル投げて、ダメージ的には相手の方が有利なんよね、その TOD やとすると。モロバレル投げて毒ビシをキャッチして、相手は自己再生 OK。 そうやな、ここチオンジェンはもう投げてこないような気がするんで、ここサーフ号にまた合わせる、サーフ号引きに合わせるべきか。そうやな、胞子は別にあんまり打ちたくないから、そうやな、まあ毒ビシもう一回打たれたとしてもここイーユイかな。あイーユイで、いやこいつ攻撃技ないし、絶対って言い切る。言い切って、ここでイーユイ出して、合わせられたとしても何でもいい、毒ビシ OK。これでもう一回回収できるようになるから、そうっすね、これは、相手的に攻撃技がないんで悪の波動連打をするのか火炎放射を打つのかやんね。悪の波動かな、引っ込めずに悪の波動が当たっていく。再生連打いくんか。でもそれはまあ様子見か、様子見自己再生か。ここチオンジェンバックかな、引っ込め。やっぱそうか、チオンジェン来た。これならあれやったな、あのさっきモロバレル引っ込めといてよかったな。もう一回毒ビシキャッチできるから。でこれは食べ残し、きついな、なかなかこれサイクルが脳の処理が追いつかへんからなかなかしんどいけど、モロバレル投げる、合わせられたらサーフ号合わせられんのがきつくて、一旦様子見でいいか、いや変えていいかな、まだ安心できるような気がするから、ここ一旦モロバレル投げて、さあ相手は宿り木とか厄介やしね、引っ込め。そうこれきついのよね。さあ相手はドヒドイで、あードヒドイでならいいよ、ドヒドイでならもう一回イーユイ投げて、相手的に水タイプに炎タイプ出すん舐めてるやろって思ってる。ああ引っ込め、これは何チオンジェン、サーフ号、サーフ号ならいいよ、サーフ号ならそうやな、悪の波動か火炎放射かどっちがいいやろ。
分からん。臆病最速なら抜かれてるんよね、スカーフ。相手がスカーフやとして。でもメガネやと思ってるから、泣くの波動か火炎放射か。火炎放射かな、これは。1個目、さあ誰出てくる？まあドヒドイであろうな、これは。ドヒドイで。そうか。火炎放射どれだけ効くかも見たいね。さあどんだけ効く？まあこんなもんか。やけどはさせたくないねんな。やけどしたら相手テラサル切りやすくなるやん。だからそう、もう毒まかれへんのやなって思ってテラサル切りやすくなると思うから、マリルリに下げて毒ビシされてもいいから、ここ毒ビシやったらやったでよくて、まあ、ツリー交換やったらやったでいい策やと思う、これ。なんでマリルリ投げて、そっからの相手の攻撃次第かな。毒ビシ OKOK で、毒ビシ巻かれるターンでモロバレルをその場に出してないことが大事。毒巻かれたら少々厄介からね。いかにモロバレルを出さないか、これでいける気がする。まあジャレツとそうか、とりあえずジャレツをして、まああれでもよかったかも。黒い霧、まあ原太鼓も警戒やったんやろうね。あとそうやな、ここ接触するから黒い霧、自己再生、毒ビシ、あと一つトーチカやと思うのね。でここトーチカすると思う。だからモロバレル投げます。一瞬ちょっといい湯出しかけたけど、毒ビシあるん忘れてた。寸前で決まったんで、毒ビシ当時か。ほらこれで攻撃技ないのを確認したので、そうっすね。ヘドロ爆弾行くか。まあここはいい湯投げようか。いい湯投げて引っ込め、当時か読みもろばれる。そうっすよね、やっぱそれよね。サーフゴークルこれも引っ込めて、サイクルしすぎやねこれ。サイクルサイクルで、ここは悪の波動かな。でも書き記されたくないねんな。いやでも悪の波動か、帰りの毒ビシ回収できるっていうのが強いんだよ。そうなんですよね、やっぱり。あ、引っ込め、引っ込めて、さあ相手はドキドイで、こいつ。まあまあでもここで連続悪の波動が当たるのがいい。おっと、半分以上効いた。これは相手トーチカから入るんじゃない？で相手は、あーでもここで引いてくるのもある。引っ込めあった、書き記された。で相手はチオンジェン、チオンジェン来た。そうチオンジェンが来たので、まあでも毒のダメージが、あ、毒か。そうやね、食べ残しを全然その回収っていうの間に合ってないんで、ここはそうっすね、安心してドヒドイでじゃねえ、モロバレル出せるので、モロバレル出して OK で、サーフ号合わせられたらどうしようか。あ、ここや、ここサーフ号合わせられたらあかんから、ここ悪の波動突破でもよかったな。戻る、一旦これこっちが潜伏素早さ高いから先に動いて、さあ相手は何してくるか。宿り木とか売ってるんじゃないですか。引っ込め、あーこれきついのよね。さあ相手はサーフゴークルー、メガネやと思うから、一旦ここ光合成します。何かを受けてゴールドラッシュ OK で、特防ダウン、じゃあ特攻ダウンがあるんで、再生プラス抗体が間に合うから、ここで、交代して、そうやな、何打つかやな。ここで交代するのか、イーユイかな、イーユイかマリルリ。マリルリは雑に切っていいのか、特攻ダウンしてるからいいような気がして、マリルリだし、いやでもこれドヒドイで合わせられたらきついのよな。チオンジェン、いやここイーユイバックかな。くる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 しとるな。オッケー、交代で
そうっすよね。このサイクルなんですよね、このパーティーって。ドキドチオンジンが相手となるとどうしてもサイクルになってしまう。で、引っ込めて、そうやな、まあトリックは絶対あるって考えると、そうやな、トリック対面はイーユイよりあいつマリルリに合わせて無効化させたい。トリックを二度とされないようにしたくて、火炎放射を打っていいのか。火炎放射打ちます。1個目。さあ相手は、これはドヒドイで、やっぱりドヒドイで来る。まあまあまあ、それはそれで、やっぱ攻撃技ないのを見たなら全然 OK。 あとからマリルリ出してイーユイ投げるっていうのができるので、マリルリ投げ、ここ合わせられんのか。マリルリ投げに合わせられてなんか困ることあるかな。やっぱサーフ号合わせられんのがきついか。再生から来る。ここはじゃあ再生されたならイーユイ行きます。そろそろ交換読み行動をしてもいいかもしれんな。安定行動、相手も安定行動し続けてるし、僕も安定行動し続けてるんで、相手的には、毒ビシ巻いてきた。 OKOKOK、これはよくて、これ気ぃつけなあかんのよね。火炎放射打つか。一旦でもここ相手ってさ、見れる対面やと思うんですよね、再生とかで。だから悪の波動を押す、ここまで効く。そうやな、3分。これってどうなの。自分の時間、再生力も込みでなんとか相手の体力減らさんといかんくて、ここ悪の波動でいい気がする。チオンジェン相手でも引っ込め、相手が引っ込めてきてチオンジェンの体力も減らせるんで、ここチオンジェン投げる。そうやな、モロバレルで毒ビシキャッチする、サーフ号合わせられる。そうやな、スカーフを押し付けられたとして、メガネかスカーフ、ヘドロのダメージもあるんで有利になるような気がするんよね。そう、そしてここは一旦モロバレル行こうか、もう一回。いやー、どうやろ。あと2分。相手 TOD を狙ってんのかな。でもこれってさ、正直ギリギリやんね、相手的にも。やからTOD じゃなく多分考えてたのかな。毒ビシが消え去る。相手は宿り木。 OK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  で、そうやな、ヘドロ爆弾押そうかな。チオンジェン突破ですね、ヘドロ爆弾押します。サーフ号に対面したらいい紙後だし、EU 維新か、 EU 維新後だし。いやーね、ゴールドラッシュがきつい気がするんですよね。サーフ号が来た。これは再生連打でいい気がするんですよね。トリック OKOKOK、 トリックされても全然いいような気がする。スカーフを手に入れる。そこでヘドロでダメージ食らうやろ、相手。あ、っていうかスカーフやったんや、メガネやと思ったけど。で、ここダメージ食らう。これで何やろ、そうやな、無理に引いてダメージ食らうのが良くないから、これって今どうなってるんですか。分からんけど再生をしますね、時間終わらせてから。もしさ、これで負けたら相手目線間抜けに映ってるんやろな、自分負けるのにTOD しとるぞこいつって。まあでもチオンジェンの HP 結構削れてたし、どうなんやろうな。さあここでどう映るか。さあどうなる。よーし、勝ったー、タイムオーバーです。よーし、見たか、このサイクル戦を制したパワーを。ドクドク決まったんがでかかった。